脱皮。脱皮とは、ある種の動物において、自分の体が成長していくにつれ、その外皮がまとまって剥がれることである。昆虫を含む、節足動物、爬虫類、両生類などに見られる。大抵の動物で、体の表面を構成する組織は、次第に更新されていくものである。多くの場合、それは、見かけ上はっきりとわからない形で少しずつ行われる。 しかし、動物群によっては、体の大部分、あるいはほとんどすべての部分の外皮が、一気に剥がれ落ち、更新される。このような場合に、これを脱皮と呼び、この時脱ぎ落とされた皮を、脱皮角、脱皮柄、抜け柄などと呼んでいる。脱皮角は、その動物の外形の全部、あるいは一部を保持し、表面の構造をほぼ映し取ったものになる。ただし、同じように見えても、 脱皮の意味合いには動物群によって大きな違いがある。節足動物の脱皮は成長の段階と大きな関わりがある。脱皮を行わなければ成長も行われず、往々にして脱皮の前後で体の構造が大きく変わることがある。例えば足が失われて再生が行われる場合でも、脱皮を経なければ外形の再生は行われない。生体になってからは脱皮を行わないものもある。 また、この仲間では脱皮は、体表面だけでなく、気管や消化管などの表面にまで及ぶ。これに対して、爬虫類などの場合、脱皮には、そのような成長との強い関連がなく、再生が行われる場合にも、脱皮とは無関係である。また、その範囲も体表面に留まる。昆虫や甲殻類などの節足動物は、成長につれて、脱皮を繰り返す。 これらの動物は、口ク倉クの外骨格を持ち、脱皮の際にはそれをすべて脱ぎ捨てる形となる。脱ぎ捨てられた皮は、元の動物の外形すべてを残す形となるが、その内側を見ると、器官などの内部構造まで脱皮しているのがわかる。脱皮する前に、新しい外皮が内側に作られているが、脱皮するまでは硬化していないので、脱皮後しばらくは柔らかい体となり、 敵に狙われやすくなる。なお、昆虫など、基地室の外角を持つ者では、硬化にはそう時間がかからないが、大型硬化類のように石灰室の殻を持つ場合、脱皮するにも殻が硬く、脱皮前にまず石灰室が体内に回収される。脱皮の後にこの石灰室によって、新しい殻が硬化するので、より時間がかかる。 皮を脱ぐ方法にも様々なやり方がある。節足動物では、成長は脱皮を伴って行われるが、それ以上に脱皮せずには、外形が変えられない。例えば付属詞などを外傷や時節によって脱落させた場合、それは再生されるが、実際にそれが機能できる形になるためには、脱皮が行われなければならない。変態を行うものでは、脱皮によってその形態変化が行われる。 特に昆虫の場合、成虫への脱皮を受か、さなぎを生じる場合には、さなぎへの脱皮を溶化と呼ぶように、特定の脱皮に固有の名をつける。脱皮ホルモンとも呼ばれるエクジソンを全胸腺から分泌することで行われ、その時に溶弱ホルモンが存在すると脱皮、加齢し、なければ変態する。このホルモンは昆虫では、 全胸線から、甲殻類では、ワイ器官から分泌される。クマムシ類では、脱皮核の中に散乱する例があることが知られている。昆虫のハムシの一部の幼虫や、ササラダニには、脱皮核を自分の背中に背負うものがある。おおよそ、自分の姿を隠す効果があると考えられている。しかし、ササラダニ類のウズタカダニでは、脱皮核は、 何の腹部背面にきっちりとはめ込まれたようになっており、輪郭をごまかしたり、形を隠したりといった効果が期待できそうにない。理由は不明である。爬虫類の脱皮が特に有名である。最も顕著なのはヘビ類である。口の部分から剥がれ、脱皮角は靴下を裏返して脱ぐように、裏返りながら剥がれ、全身の皮が一つ流がりに剥がれる。トカゲ類では、 体の表面が、バラバラに剥がれる形で脱皮が行われる。その他の爬虫類もバラバラに皮が剥がれる形なので、さほど目立たない。その他、両生類のカエルなどの一部や魚類でも、比較的まとまった形で脱皮する例が知られているが、その皮は薄く、目にする機会は少ない。死体でもないのにその動物の形が完全に残っていて、なおかつ生きていないことで、 脱皮核は人目を引く。その中で特に注目されたのがセミとヘビである。セミの脱皮核は漢方薬に使われ、日本ではヘビの脱皮核は財布に入れておくと現金が貯まるとの伝承がある。セミの場合、夏に集中して出現する大型の昆虫である上に、派手に鳴くがその期間が短く、儚い命の代表と考えられたこともあり、その抜け殻は、 つせみと呼ばれ、これを現世、つしみと重ねて、仏教的無常観をそこに見る考え方がある。脱皮核全般を指す言葉としては、もぬけという言葉が存在する。転じて、人が抜け出た後の住居や寝床を、もぬけの殻と呼ぶ。また、映画等において、大型の怪物の登場を暗示的に予告するシーンとして、その怪物の脱皮核を発見する。 というのもよくあるシチュエーションである。エイリアン等がその代表例である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。